はい、皆さんこんばんは。パワープロ2022阪神タイガースペナント続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあね、いつも通り出番プレーチャンスになると俺がプレーしていくと。よろしく。で、先発はこれ秋山で OK で、ここらもまあ火炎でよろしいか。まあ熊谷とか木浪好調ではあるんですけど、まあこのままでいいですね。はい、アップできたと思うんですけどね、ちょっと能力は適応させておりません。はい、またね、せっかくみんな成長しとるのに初期化されるの嫌なんで、能力に関しては。とりあえず秋山はなんとか抑えてくれてて、さあ梅ちゃん、バント、いやーバントはいらんか。もう甘いけど早いな。うまい。さあ当然セカンド回って、じゃあセカンドじゃサード回ってホームと。オッケーオッケーオッケー。ささい先のいい点の取り方をしていく。おイオゴジラはな、アッキャマンはもうバントでもいいと思うけど、まあ打ってみるか。もしかしたらもしかするかもしれない。はい、おっとこれはちょっと進めんな。はい、これもちょっと進めんな。高速進化。いやちょっと高速進化打てんかもな。嫌な変化してきよる。うわーマジか。なんかな、横浜戦ずっと大和のとこに飛ばしよんねん。今んとこ秋山が2冠、それを大野が。ちょっと大野さん、そこはもう阪神ファンということで許してくださいよ。頼むぜ森下。あー、インドをやめてくれ。てかインコース全体的にやめて、ほんま。こうやって押されるんですわ、インコースはね。激しょぼ。さあ秋山の踏ん張りを無駄にしたくはないな。よう見た。てかまたストライク1球入っとる状態やんけ。これほんまやめてほしいんやけど、めっちゃうざない。うまい。いやまた大和やんけ、もうええわお前。もうなんぼほど大和のとこに飛ばしとんねん。ただここで大山の一発があれば一気に点差を3点差に広げることができる。ありました。はい、有言実行、ありがとうございます。完璧、今季第25号。 OK、 でも完璧すぎましたね。甘い甘い、そんなんで抑えられる思ったら大間違いやで。大山の能力をね、横浜のバッテリーは疑を取ったんかもしれへん。そんな大したことないやろと。アホいえ、この球場でなんぼほど打っともと。マジ、次誰になっとる、次まさか変わっ
エゴシになってたか。まあ、ロハスでもエゴシでもそんな変わらんやろ。エゴシとの相性の良さを舐めてもらっちゃ困りますぜ。俺のエゴシの通算打率間違いなく3割3分5分はあるんちゃうかっていうレベル、それぐらいこの男で僕は打ってます。この男で僕は打ってほしい。でもな、でも可能性めちゃくちゃ感じんねんな、エゴシ。さあ花火が綺麗綺麗、ういういうういうい、来た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 。ほとんどな今んとこ糸ちゃん出番ないけど、まあ、2割8分キープしてて、さあナイスメーデン、ナイスメーデン、ナイスメーデン。サークルチェンジ122キロ、ゴミボール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 、はい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 、狙いすぎ狙いすぎ、はい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 、近本でこんな三振する世界で折れたけ。マジお前パワープロ引退しまったかよ。中野2打席連続申告敬遠とマジで、エゴシ舐められすぎだろ。お前ふざけんなよ。この球今ミートカーソルあっとったけどな。もうお前やめろ、サークルチェンジ多投してくんな。もう舐めたらこう、でも太田の守備はいいということで。いや太田じゃなかったら抜けてたかもしれへんな、あそこは。さあさあ湯浅劇場、ありがとうございます。ユアレス怖いけどよ、なんとか抑えてくれた。いやまた秋山のな、前もなんか秋山な勝ち消したような気がするんでね、俺が全く打てへんキャって噛んだけど。いや今回は秋山にね勝ちついてよかったわ。9勝1敗4安打 3得点というね、もう超効率のいい点の取り方で勝っちゃいました。ありがとうございます、最高です。30盗塁達成メダルおめでとう。これ近本かな、誰だ近本、おいやばこれ。君たちどうしたいきなりで。ロハスはもう下り坂と、はい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 、さてと2試合目、これはもう西に行ってもらうか伊藤に行ってもらうか、西かな、西頼むわ、行け。熊谷がやはり2日連続俺を使ってくれと言わんばかりに顔色いいな。んならちょっと中野休ませるか。いや中野も別に疲労してないけどな、絶好調の選手をね信じてみるのはねありだと思います。で2番熊谷でいいかもしれない、うん、で他も特に変えな、テルちょっと休ませてもいいかもな、調子ありやし。でも疲労が溜まってないんよなこれ。うんいいか、熊谷セカンドでいきましょう。で打者に注目、森下行っていいか、熊谷行きたいところではあるが、ここはちょっと森下で久しぶりに行きたいと思います。久しぶりでもないね。ハマスタのな、ハマスタ程度の狭さやったら当てればよ、パワーある選手でポーンって当たったらホームランになりそうな気もする、するやんけ。よし気合入れて引き締めていこう、絶対勝つぞ阪神タイガース。
頼むぜ森下、打率穴も急降下。うわ西点は取られた。だがしかしここで森下が打てば同点です。ホームランという名のでっかい花火打ち上げたられないか、横浜の夜空になる。こんなもんストライクやる筋じゃないわ。おいビーンボール、セイ。さあこれはこれは、はい、約束されたホームラン、今季第6号。いいな言うたやろ、コツンと当たる、合ってるだけでこの球場は入るんですよ。さよならグッバイベースボール。いいぞいいぞいいぞ、満塁のチャンスを生かせるぞ。ちょっと神々やけど仕方ないね、ごめん申し訳ない。さあ頼んだ森下、15本塁打じゃないわ、15打点6本塁打。一番器用とかならなまだ納得いくけど、もうちょっと打点があってんじゃん。まあ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 、来た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 、おい、あ森下変えられてる、早い変える、マジか、これフル出場にしへんからや。さあ打たれすぎやわマジで、言われす。これほんまこのパワープロ絶対バグやと思うわ。ネットでも見たような、なんか能力高い選手がボコボコ打たれるみたいな、バグだろ普通に。おかしいってこんなに弱さ打たれるんマジで。ガチでなんか裏の力旗ってかバグやな、マジでバグ。これ早急にもこれ直してほしいっす。いや5打数、いや5タコのやつおるしな、ほんでテールはめっちゃ打ってる。いやほんまお前コナミちょっとこれ大丈夫かお前、湯浅がこんな能力高いのに打たれる。あんまりにもおかしいやろ。おかしいと思うんやけどな。ここはウィルカーソン行きますか。いやーロハスが全く打たんようになってきたけど、マルちゃん、いやこれでいいな、我慢して使おうこの打線、うん、でピンチでするけどおかしいだろほんまに。えみんな思わん、誰かちょパワープロしてる人もこんな人おらん、なんか能力高い投手 CP に任せたらめちゃめちゃ打たれるみたいな、絶対おかしい、何遍でも言うわ、絶対おかしいって。おかしいな、おかしいもんにはおかしい言うていかんとな、ほら何百回でもよ。青徳もついとるのによ湯浅、言われす、言われすぎらいおんのかコナミ、おい社員に。でないとな、こんなボコ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 打たれる、まあ、ここはピンチを抑えていきましょう。湯浅のことばっか言うとてもしゃないんでね。でウィルカーソンはこのドロップカーブがくっそやりづらかった気がするんよな、あのリリース、うん、早すぎてやりづらい。さあこれはもうねリアルで考えて、あんなストライク言われたまったもんちゃうけどな、もうキャッチャーが横にバーンってスライドしとるもん膝ついて。さあ急激な大抜きとの投手戦、
イケメンキッチャー。でもこれ次ピッチャーじゃないんか。誰次？佐野だろ。無理だろ。大前進。イケメンと勝負した方がまだマシやな。もう見送る。いやー、いい守備やけどな。さあこれはロハスの守備範囲。もう佐野はな、ほんまにフォームかわいそう。ただ佐野な、佐野確かにフォーム特徴的にはないとはいえ、ずっと汎用やで。これおかしいよな、マジでかわいそう。用意したれよこういう。オッケー。さあこれ当てる。ナイス。これやっぱサードはやっぱエラー持ちついてへんからテルでいいかもね。うん、守備力自体は大山より下なんですけど。さあウィルカーソンまだいっとるな。どこまで行く？さ、外国人リレー。森くんか。はい。この0対0。でこのチャンテか。まあ確かにこのちゃんと俺が設定してるからな流れとるんやろうけど、まあこういうとこでは流れんやろ。はい、はい。さあイケメンの森くんをこれまたサードゴロに打ち取って、うん、はい来たー。ハマチで、ハマチもよう打たれるわ。ガチで意味がわからんこのゲーム。能力高い選手ほど打たれやすいんかな。いやこれはセカンド無理やな。プニキだけやわ打ち取れるんは。楠本か。ちょっとパワーある選手は怖いね。うーん、カットボール。これちょっと待って、次。いや大使太田やばすぎ。絶好調だろ。まだ楠本の方がマシやね。一球外そう。でここはドロップカーブ絶対いらん。パームでいいと思う。パーム連投でいいと思う。そやろほんまに。もうねもうね、いやもういいですわ。切り替えよう切り替えよう。切り替えれるか知らんけど、切り替えれるかな。まあ今の大山なら取ってます。はい、正直なとこね。さっきも言うたやん、さっきのフラグやわ。だから大山の方が守備いいけどとかなんか言うたやん俺。完全にフラグ回収しましたわ。テルサードでええかとか言った途端これやで。今のは絶対大山のなんか横っ飛びかなんかな取ってたわ。うん、テルで焦って斜めジャンプした結果取れずに終了と。はい、クソゲー。まあここまでねめちゃくちゃ勝ってたんで、これぐらいもカードを負け越しぐらいいいですよ。また3安打0得点と、ちょっとね打線もいきなり湿りがち。ウィルカーソンとケラーはめっちゃ良かったんやけど、ハマチがまた打たれた。もうなんかようわからんなこのゲーム。打たれる選手がおかしいわなんか納得できん。説明してくれ俺が納得いくまで。はい、んじゃあ時間、おっとこれ何、スペ報告はいらんぞ。ああ月間 MVP ね。はいはい。いやーそらもうそうやろ、えぐすぎるもん。すごいな相手。パリーグもパリーグで投手の方がエグはい、じゃあ次回ね中日戦から続きやっていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。